これは1年ごとの年表で作られているものでいうと、おそらくこういう発想なかったと思うんですが、これとこれって一緒だっけとか、この時代こんなだっけみたいなことを思い出しながら1年1年旅っていただけると、もう一回その当時の音楽が聴きたくなったりとか映画見たくなったりするんじゃないかなと思いますので、ぜひ来ていただいて、70年代フィードバックしながら、もう一回改めて、音楽なり聴いていただければ幸いです。